リラックスコンサート第2弾です。イエス様と本当の意味で出会った5年間ぐらいかけて、まあ、1曲の曲に、でも自分みたいなちっぽけな、まあ本当にゴミみたいな存在だなって思うようなものを、なんで神様そんなことするんですかみたいな、どうして神様がいるのにこんなに苦しいの、なんで解決してくださるのっていうそういう時にしようなぜですかって叫びが出てくるんだけど、そういう主なぜですかを聞いて今すごく不思議私ではなくあなたが背負われてる不思議。